ようこそシーマン2北京原人育成キットへ。この CD は株式会社ビバリウムが制作するシーマン2プレミアム特典ディスク The History of Life です。さて、今回お届けしているこの北京原人育成キット、小さな島を箱庭に見立てて北京原人を一匹育成していくという、ちょっと珍しい育成のキットなのです。ですから、誰もいない島にたった一匹で生息する北京原人をまずはバナナで手なずけることから今回の育成は始まります。ちなみにバナナは北京原人語でムキボというそうですので、ご参考まで。しかし、なんで北京原人を無人島で、しかもわざわざ一匹だけで育成しなきゃならないんだなんて疑問を感じる方も多いのではないでしょうか。実はこの島、株式会社ビバリウムがご用意した育成環境なんですよ。ちょうど水槽のようなね。つがいとなるメスの原人もこの環境内で見つかりますので、どうぞご心配なきよう。実はこのビバリウムという言葉、英和辞典で引いてみると、生態系を模倣した人工の閉鎖系空間とあります。そう、この島は閉鎖空間なんですよ。見ただけじゃ分かりにくいですがね。島の樹木がなくなれば酸素濃度も減りますし、水が枯れれば木も枯れていく、そういう仕掛けがあるんですね。ちょうど私たちが住む地球の縮図とでも言いましょうか。この育成キットの目的はまさにここにあるんです。たった一匹の原人が生きていくのに、一体どれぐらいの資源を食い潰すことになるのかを体験するという目的がね。申し遅れました。私、このシーマン2北京原人育成キットご案内担当の宝田明と申します。以後お見知りおきのほど。さて、この島、実は氷河期が過ぎるあたりから環境破壊とともに水没していきます。おいおい、育成に必要なものはすべてこの島の資源で賄わなければならないんだろう。それで水没するってんじゃちょいと矛盾してんじゃないのか、なんて思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。その通り、矛盾しているんです。このあたりは私もかつてビバリウムの商品企画会議に参加していろいろと意見したんですがね、いやはやこの矛盾がどうしても解決しない。でも、もし皆さんがこの矛盾に満ちた育成環境の中にバランスを見つけることができたなら、このバランスこそがとても重要な発見ではないかと思うのです。環境に優先してまで生き延びようとする私たち人類が知っておくべき大切なヒントという意味で。